パッド・セイ・ジャックパッド・セイ・ジャックはアメリカ合衆国入りのイシュ州シカゴ出身のテレビ番組の司会者。セイ・ジャックは WLS ラジオのリック・ビオンディ賞のゲスト出演をかけたティーン・ DJ コンテストで優勝した。コロンビア・カレッジ・シカゴ在学中、放送学講師、アル・パーカーは彼にローカルラジオ局ウェイ・ドックが記者を探していることを伝えた。セジャックはこれに応募して採用され、 午前0時から朝6時までの番組を任された。1968年、イジャックはアメリカ陸軍に入隊し、ベトナムで米軍関係者向けラジオ局 AFN の DJ を務めた。1969年のクリスマス、アンオフィサー &AMUB でのリチャード・ニクソン大統領の米軍向け放送でイジャックは誤って途中で切ってしまった。 彼はこの誤りに気づいたが、放送再開しないことを決心した。1970年代初頭から、ケンタッキー州マレーのラジオ局に1年間勤務した。同時期の1970年代初頭、セイジャックは、テネシー州ナッシュビルの5万ワットの AM ラジオ局、WSM で DJ を始めた。この頃、WSM は昼間にポップミュージックを放送しており、 彼は午後3時から5時の番組でパーソナリティを務めた。WSM の姉妹局のテレビ局、WSMTV で、セイジャックは、当初曲名を語るナレーター、および NBC の、トゥデイ放送中の5分間のローカルニュースのアンカーを、務め、その後、週末及び代行の気象予報士を務め、ここで、ダン・ミラーと知り合った。1977年、ロサンゼルスのテレビ局、 KNBC が気象予報士を探しており、イジャックのイルナッシュビルを訪れた。イジャックは、KNBC の常勤気象予報士の職を得た。1981年から、ホイール・オブ・フォーチュンの司会として出演している。1989年1月9日から1990年4月13日、CBS の深夜のトーク番組、ザ・パッドセイジックショーの司会を務めた。 長年の親友で、ナッシュビルのテレビ局、WSMTV でアンカーを務めていた、ダン・ミラーが女子として参加した。1985年より、エミー賞のゲーム番組ホスト部門に11回ノミネートし、1993年及び1997年に受賞している。ありがとうございます。